食べたいの？まずですね、こちらにこの南部鉄器に入れていただいたアイスコーヒーを注ぎます。さあ、おー、涼しげ、美味しそうです。ちるちゃん、ちるちゃん、じいちゃんまみつ食べるの？じいちゃんまみつ食べるの？じゃあ、みついただいてみますね。はい、これを、黒蜜を、かわいいね、これもね。黒蜜、かけますよ。おお、おいしそう。まずアイスクリームとあんこ一緒にいただきます。はい、うん、次は白玉いただきますよ。もちもちして美味しいですね。何点もいただきましょう、涼しげに。うん、ちゆちゃんずっとここでね、進んでますよ。フルーツいってみましょう。うん、わあ、梨だ、梨だ。おお、美味しそう。ちゆちゃんも食べたい。いただきます。大きくてみずみずしい美味しい梨です。キウイフルーツ私大好きです。いただきます。うまい。年中酸っぱくなくて甘いね、リルちゃん。うん。ねえ。
気持ちいいね。お、これはあんずかな。いただきます。こんな美味しいあんず、私今まで食べたことないです。美味しい。いつもあんずちょっと苦手なんですけど、これは美味しいです。栗です。夏と秋のコラボレーションですね。さっきの梨といい、栗といい、もうすぐ秋を感じます。うん、美味しい。セラビヨーグルトパックとやらを試しております。温泉の後なのでパックをしてツルツルスベスベ肌になりたいんですが、もう温泉が熱くて汗がすごいですね。ほぼ落ちてしまいそうなんですけども、これで、どうなるか数分置いて試してみたいと思います。おはようございます。今日はですね、最終日、午前中に松本を出てしまうので、今日は朝ごはんと昼ごはんの美味しいパンを買いにベーカリー屋さん見てみようと思います。お宿に戻ってまいりました。お外でね、いただこうと思ったんですけれども、ちょっと暑すぎたので、お部屋の中でゆっくりと涼みながら美味しいパンをいただきたいと思います。はい、ではこちらのそばの実とくるみ味噌のパンをいただいてみたいと思います。リスさんの焼き絵が入っていてとても可愛いです。いただきます。あ、こんな感じで中にしっとりとくるみ味噌がですね閉じ込められていました。いただきます。この外側はパリパリとした食感なんですけど、中に入っているくるみ味噌がこう甘じょっぱい優しい味になっていて、その外側のパリパリとそのくるみの香ばしさが、ゆうちゃんも食べたいの絶妙のコンビネーションで美味しいです。ちるちゃん美味しいね。では次にこちら。はい、はい、ごまと信州産クリームチーズのパンです。いただいてみます。うん、こちらもですね、中にクリームチーズが閉じ込められていました。私クリームチーズ大好きなので、い
ただいてみます。笑ってしまう美味しさです。このパン生地はフランスパンのような生地になっています。ゴマの香ばしい香りとクリームチーズの濃厚な味わいがほんと口の中でわーっと広がってとっても美味しいです。大好き。あすみのさん放牧豚のサブマリンいただいてみます。こちらです。すごい。サブマリン We all live in a yellow submarine Yellow submarine。 ふざけすぎました。これはちょっとね半分に割れないのでもうガブッといただいてみたいと思います。こんな素晴らしい豪快な見た目をしてるんですけども、こちらのソーセージがすっごく上品な味なんですね。朝から食べても重くないというか脂っこくなくて、上にキャベツとで下にマスタードが塗られてあって、おいしい。パンおいしい。では次にこちら、そばのみ食パンのクロックムッシュいただいてみたいと思います。お、わーすごい。しっとりとしたクリームソースが特徴みたいです。いただきます。なんかこのハーブのようなわーっとした香りが予想外の味になってます。これすごく美味しい。何の香りなんだろう。すごく一日がハッピーになるような美味しい香りがします。そばのみ食パンもしっとりとして、私この色的にちょっとパサパサしてるのかなと思ったんですけど、すっごくしっとりして、中の鶏肉の風味とこのそばの実の風味がぴったりなんですよ。意外でした。すっごく美味しい。美味しい。これまた食べたい。までこないと食べられない。セラビー。今回は竹村まみのセラビー in 松本をお送りしました。それではまた皆さん、オペラの世界で。